はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエストモンスターズ3、前回ですね、まあ、世界を崩壊はさせてないのかな、なんか半壊まで追い込んだ、なんか滞在人の罪の記憶を見て、でとりあえず、目的地がここになってたんで来てます。一旦ロザリーヒルに戻るってことか。マスタードラゴン様から大事な話があるんだ。僕についてきてですって。ここからマスタードラゴン様がいる天空城へ行けるのですね。まもなく地獄の帝王が復活し、世界は再び滅亡の道を歩もうとしている。お前が地獄の帝王を刺激するというのならば、私はそれを見過ごすことはできない。それに、かの力を得ようとする者は他にもいる。その者の名は、三回魔王ザガンギエル。ランリオル大帝に並ぶほどの実力者であり、地上のすべての魔物を治める存在だ。ザガンギエルの居城デスパレスは、人間界の南方絶海の孤島にある。ロザリーヒルの旅の扉から行けるよう、私が道をつないでやろう。じゃあちょっとデスパレスへ行く前にベホマスライムが作れるので、ベホマスライムにしたいと思います。エンゼルスライムとホイミスライムですね。で、まあエンゼルスライムを使っていたので、まあそのままベホマスライムを使う方向で行きましょう。で、ヒットポイント回復は普通に欲しいでしょ。で、キューピッドサポーター、まあ同じか。これで配合しましょう。攻撃系のスキルがちょっと欲しいよな。そうするとベホマスライム、デスパレス、なんかいきなり変な奴らがいるんだけど。なんだ貴様は。ここは我らが王ザガンギエル様の居城デスパレスであるぞ。歓迎はされてないな。命知らずなガキめ、ひねりつぶしてくれる。え、こいつらと戦闘すんの、いきなりだな。あ、でも3体ベンガル、ライノソルジャー、アームライオン、結構強くないか。ベホマスライムレベル1なんだけど、まあいいや、そのまま行こう。灼熱の炎に焼かれよ。90か、結構耐性はあるな。たぎる、なんかたぎってる。砂煙、チョコ材なものを使ってくるな。しかもキラーマシンやられた。うわ、当たんねえ。ギラ、いやダメだ、ギラごときじゃ話にならん。話にならないけど、ちょっともうこのまま行くしかないよな。闇の息、やばい。ホイミスライムっていうかベホマスライムやられる。なんか思ってたより大地さんみたいなの強くない。あー、でも21しか当たらないからか。それ考えるとまあまあまあか。いや、いける。このままバーストモードって言ってもな、別に灼熱で焼き尽くすのみ。1200ってだいぶレベル上がるんじゃないか。6789101010レベル。あ、枠が1個空いてんな。スキルポイント39。どうしよう、ベギラマが微妙すぎるんだよな。シャイニング棒まででも覚えさせてみる。ちょっと待って、シャイニング棒まで覚えさせて残り20か。やっちゃおう。まあ、ベホイミーがあれば一旦はなんとかなるから。シャイニング棒もなんだこれ、あれかな、
賢さじゃないっぽいけどな。なんか力依存っぽい感じがするけど、まあいいや。おい見ろ、ジンマー将軍だ。とうとう将軍様のお出ましだぞ。小僧、この城に何をしに来た。何？ザガンギエル様を従いに来ただと。ならば私がすぐに楽にしてやる。鉄球持ち出したな。さあでもベホマスライムはレベルがだいぶ上がったからね。あ、マジックパワーがない、うちのスライムちゃん。ってことはやっぱり毎度おなじみの吸い込もう息を、マジックパワー節約だとは普通でいいや。マジギレ、え、全体かよ。全体攻撃ってマジギレも反映されんのか。いや、ベギラマよりちょっと回復してほしかったな。悪魔なのこいつ、ジンマー将軍って。ちょっと作戦でベホマスライムは命大事にしよう。でどうしようかな。ちょっと条約層、特約層でドラゴンスライム一気に回復させよう。これをこれ先手取れるからね。カット割り、あぶね、真空波やられる、みんなやられる。300第一弾攻撃変わんねえんだけど、悪魔切り、よし、いいね。でちょっとここは、あー、ドラゴンスライムのマジックパワーがないか。でも回復の方が優先だよな。アモールの水使おう。殴るしかない。痛い、全体攻撃、キャー、食らった、食らったけども、もともとマジックパワーがないんだ、しょうがない。ハートブレイク、カブト割り、下がらない、倒した。ジンマー将軍といえどもこの程度か。経験値もったいなかったな。ザガンギエル様、この者が例の。お前が地獄の帝王エスタークの使役を企んでいるという無謀な若造か。なんて知れ渡ってんの。さっきマスタードラゴンから初めて聞いたのに。お待ちしておりました、我らが王よ。この城を用意したのも、エスタークを探したのも、すべては貴殿のため。我々はこの地で貴殿を新たな王として迎え、ランディオルを打ち倒す準備をしていたのです。どうか我らの王となり、私に代わりあのランディオルを倒してくだされ。これで我が意志は託された。お前に教えてやろう。ザガンギエル様がなそうとしていたこと。ランディオルの長兄暴将ディオロスが生まれるまで、あの方は次の魔王と目されていた。ディオロスは確かに強い、だが性格は残虐でひどい。統治能力など皆無だ。
奴に魔界の支配権が渡れば遠からず魔族は滅びよう。ザガンギエル様はそうなる前に奴を倒し魔族の全てを救おうとなさっていた。これ渡しておくなの。ザガンギエル様が君に残したものなのよ。トラベライト、これで新しい魔界に行けるなのよ。お前は魔界の中級エリアを巡りより強い力をつけてきてくれ。中級か。これからこれからは君が私たちを導いて、君を信じてついてくなのよ。お、こいつとお見合いができる。よりすぐりのお見合い相手、いいね、揃えておりますね。スイーツ魔人、そんなの持ってないよ。まあ一応見てみましょう。雲の巨人、特殊配合がいいよね、どうせやるんだったら。スイーツ魔人って何ができるんだろう。いや今の手持ちだとないな。でもダークキングができるけど結局 D か。ベホマスライムは使いたくないからね、さすがに。キラーマシンも使いたくはない。スイーツ、なんだっけ、スイーツ魔人だっけ。ちょっと調べて作ってみるか。新しいトラベライトを捧げて、どれ、中級はここからスタートか。また順番ってわけではないんだね。ここなんだっけ、あいつが待ってるって言ってなかったっけ。ピサロナイト、鋼鉄扉の魔界。中級、あれなんかだいぶ変わってね。なんか初級めっちゃボロボロだったけど。そなたたちを待っていたぞ。私だ、パーシバルだ。やっぱり普通にいたわこいつ。以前話した通り、私はこの魔界の王ヘルバトラーを倒したいのだ。ヘルバトラー王は強大だが弱点はある。それは特別な日の太陽の光だ。この魔界には成功圏の日という太陽の力が最も強くなる一日がある。王はその日が訪れぬよう特別な儀式によって空を暗く覆っているのだ。儀式をしているのは術者ダライラスという魔物。私と共に奴を倒してほしい。儀式はあの要塞の頂上で行われている。そこで合流しよう。さあではここら辺のモンスター、カラクリークは変わんねえな。メタッピーも変わんねえな。あ、変なやついる。これでスライム系か。確認だけしておこう。あれ、メタッピーの他にガッチャコッコとかいうのもいんな。スピンスライム。しかしこの灼熱の前では痛い。ひどい。キラーマシンがね、どんどんちょっと上がってほしいんだよね。よし、これ、剣闘士、ギガブレイク、いけるっしょ。覚えた、ギガブレイク。これメタルスライムがいいんだけど。まあ、また仲間にはできないよね。だから、倒してこう、経験値にする。どうやって攻撃してきた。灼熱は絶対いけないでしょ。スカラとかちょ無駄なことすじゃねえよ。攻撃しろや。ゼロ、ハートブレイクは全く効かん。こいつのハートはメタルだ。もう みんなあれでなんかないの。ギガブレイクは56も使うのかよ。そもそも足んねえじゃん。魔人蹴り足んねえ。でスライムナイトは疾風で最初に
ダメージ与えとこう。こいつも殴るしかないよね、どう考えても。ベホマスライムも、まあ、ちょっと殴るしかない。ハートブレイクとか関係ないしね。いけ、チップ付け、1、逃げた。悲しい。ダライラスよ、その儀式をやめるのだ。こいつ夜の帝王じゃねえか、ダライラスとか言って。お前などもはや同志ではない。ここで死ね。あれ群れだ、どうしようかな。一発灼熱吐いとくか。灼熱になるか分かんないけど、灼熱だ。耐性があんな、炎に。ドルマン48、ベギラマ、アメラミ使ってくれる70、やっぱり結構食らうな。ラリフォーマ、寝上がったキラーマシーン、結構攻撃の要なんだけどな。これ道具なんかある？そういえばなんかいろいろ持ってたな。賢さかなり下げる、攻撃力かなり下げる。なんかバイキルトの道具とかもあったんだよね、バイキルミンみたいなやつ。まあいいや、このまま行こう。主力の2人が寝てんな。メラミが、アイオーラも使ってくる。まあそれなりかくれてたの。自動ヒットポイント回復、光の息で1体になったら次はちょっと吸い込んどく。キラムシ2回攻撃してくれればね、結構強いから。嫌がらせって何？あ、なんか追加で発生するんだ。結構いろいろかかってるな。ドラゴンスライム、あ、吸い込めねえ。これもダメなの？マホトーンってわけじゃない。口を塞がれてんのか、ま、回復薬がとりあえずなんとかなってるから大丈夫だけど、キラマシン寝るなよ。よし、相手食らう。大地さんは一人じゃ意味なくないか。倒したけど4000、まあまあ。おのれ、せめてパーシバルだけでもこの手で。あれってか、なぜパーシバルあんた疲れてんの？何やってたんだあいつ。そんなは私をかばって。これでピサロの名が知れ渡ったな。オッケーオッケー。結構仲間にしたいモンスターいたからな、中級だけあって。空が晴れていく。身を挺して仲間でもない私を守るとはってか全くダメージ受けてないんだけど。今度は私がそなたの命を守ろう。私を仲間にしてくれぬか。これ別にさ、仲間になるわけじゃないからね。大目玉ピサロの手先方式でピサロナイトでしょ。このパーシバル、あなたの騎士として良き右腕となりましょう。渡したいものがあります。私は後ほどロザリーヒルへ参りましょう。人間界の都エンドールで人間同士が戦う武術大会が開かれるにゃ。いや、早速エンドールに行って武術大会に参加してくるといいにゃ。なんかね、卵が落っこってんだよね。そして見つけたらすぐ孵化するっていう。リップスか、ブチュリンパか。これいるとかいないとかわからんな。 L サイズだし、しかもブチュリンパじゃなくてブチュチュンパか。ランク D だ。こいつ素材の配合にしよう。
ストーンスライム。ソルジャーブル。シャドウサタン。やっぱり E ランクとっ捕まえられるのいいな。で、特殊配合を見つつあればそれをやってってる感じです。こいつ特になんもねえな。さすがにでもキラーマシンとかそこら辺は使いたくないんで、ドラムスライムもな、そろそろ変えたいっちゃ変えたいんだけどな。チョコゴーレムは取っておくでしょう。そうするとここら辺でなんか変えちゃおう。爆弾はシャイニング G だし、なんとなく爆弾はにしよう。守備力すご。あと猫マートもいいのか。毒矢頭巾、もうもうここら辺は G だな。このダッシュラン F、 鬼小僧 F、ダッシュランでも作っておく、なんとなく。でもここら辺はなんか何でもいいんだよな。賢さてか全然変わったな。あの魔術系だったのが暴れん坊、なんとなく魔術入れとく。そぐわないけど、一つ目ピエロだからかそぐわないな。ドラゴンが色濃く出ている。チョコゴーレムとストーンスライムでストーンマンができるようになってる。守備力高いよね。作っておこう。ようやくチョコゴーレム卒業だな。レベル27まで上がってんだけど。で引き継ぐのは別にって感じだな。なんとなくウォーリアー聖剣好き持ってんじゃん。石頭どうなの。スクルト、スクルトとか全然使ってないからな。ヒットポイントアップ、地の心すげえ。なんとなくで、チョコゴーレムとストーンスライムでストーンマン、まあ D だからね、使っていこうかな。てか L サイズのさ、ブチュチュンパ素材にするとマジ L サイズができるんだけど、これあれかな、個体によって変わるな。まあせっかくでも D ランクでブチュチュンパがいるからシルバーデビルとか作りたいけどな。でももったいないんだよな D 使うの。ダークスライム、あでもダークスライムでダークキングはありだな。エビルスピリッツ、ランプの魔人、攻撃力高いやつがね。アックスドラゴンって攻撃力そんな高くないんだ、守備寄りなんだ。悪魔の騎士は、悪魔の騎士も、悪魔の騎士ってね、鎧の騎士か、斧持ってないからだな。攻撃力強いやつがいねえな。攻撃力4のやつが欲しい。エビルスピリッツ1だし、とりあえずブチュチュンパはシルバーデビルにしました。ではお見合い、まあ、スイーツ魔人はちょっと用意してないんですけれども、雲の巨人とストーンマンで動く石像 C ランクか、いいな、やろう。マッスルヒットポイントプラス36、聖剣好きもあるし攻撃力も16もあんな。ちょっとマッスルは引き継いどこう。マッスル攻撃力アップ、もうめっちゃ攻撃力だな。ウォーリアー、そこからのウォーリアー、ってかウォーリアーとマッスルかぶってないか。聖剣好きが100で覚えて聖剣好き85で覚えるからちょっとかぶってんな。さすがにかぶりすぎだ。じゃあ普通ヒットポイントアップでいいや。よし、これでいこう。お見合いは一度だけ、かまわん。動く石像、動いてない。約束通り、あなたの騎士となるべく参上しました。こちらをお受け取りください。
よし、トラベライトゲット。っていうかさ、エンドールの武術大会のイベントいらなくない？これで新たなエリアに行き、より強力な仲間を得られる。なんかさ、やっててさ思うんだけどさ、なんかこれめちゃくちゃストーリー薄いんだよね。なんかペラペラなストーリー。まあモンスターズだからさ、別にストーリー薄くていいんだけどさ、なんかいらなくないっていうのがなんか結構ある。この村、私がここに残り、ロザリー様をお守りする盾となりましょう。だからなんか初代テリワンあたりが一番いいのかな、進め方としては。まあ、トーナメントみたいな感じで勝ち進んでいって、でクラスをクリアするごとに新しいところに行って、また強いモンスター仲間にして、でまたクラスを上げていく、そういうシンプルな感じが一番いいよ。なんか物語性をつけるっていうことじゃなくて、まあ別に今回レビュー動画じゃないんでもう多くは語りませんけど、まあ、また新しく行けるところが増えたのでトラベライト捧げましょう。で、お、いいね。覇王城行けるようになってるか。あ、てか煉獄峠も行ける、甘味楼も行ける、竜神殿も行ける、なんかほぼ全部行けるようになったな、中級。でも難易度が覇王城が一番高くて、煉獄峠が 2.5 3 3、鋼鉄砦でも 2.5 だったのか。じゃあちょっと 2.5 の煉獄峠から向かいましょう。これ初級じゃねえかこっち。煉獄峠魔界中級、やっぱだいぶマップが変わってるね。てか中級マップ結構めんどくさかったんだよな、前回鋼鉄砦みたいなところ。止まれ、貴様ら何者だ。誰だか、炎の戦士。人に名を尋ねるなら、飛んでる。こいつ武空術使えるんだ。よかろう、我はブラッドフロー。貴様らはドレンガの手の者か。誰だそれ。ドレンガ、うん、確かにここらのものとは違うようだな。強くなりに来た、それだけ。支配者を倒しに来ただと。これは恐れ入った。貴様らの目的は我らと同じということか。私は奴に対抗する組織のリーダーだ。どうだ、我らと手を組まないか。こいつこんな入り口のところでなんでリーダーが来てんだよ。よし、これで我らは同志だ。ドレンガは煉獄堂の中にある炎の神殿で儀式をしている。泳いで、なんだこいつ。戦いの準備ができたらこの先の煉獄堂で落ち合おう。マジで意味不明すぎる。というところで、では煉獄峠の中級に来ましたので、前方でなんか誰か踊ってるけど、あ、ストーンスライム普通にいるじゃん。今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。